ラッキーセブン、この回先頭は大瀬良からもう防御率 0.00。 いい展開の勝ちパターンですよね、はい、おここはストレートで空振りを取りました。ここは今年はまだ防御率0点です。でも早くして1軍に来てまして、いいでしょう。そうですね、こういうことですよね。高め、ここは空振り、ここはスパッと見直して、初球を高めのゾーンでしたが、びっくりした感じで振ってって蹴りますから気をつけたいですね。空振り、高めの速球、空振り三振。藤島バッター1番の桑原ストッパー、空振り三振。最後は真ん中近辺のまっすぐ、速いテンポへ投げて三振。途中でピッチャー入るよりもっていう考え方もあるんですよね。抑えました。リズムとしてはいい感じですが、藤島のいいボールがアウトロー、素晴らしいボールでしたね今のと思いますね。サンチェスは7回を投げ切っています。インサイド、最後は声が出ました。ダブルスロー回ってしまってますもんね、はい。カウントツーツー、パーバーと回る、これもプレー。こちらは19歳の紅林、カーブ、あーここは落とした。藤島3人でしっかりピシャリ、空振り、空振り三振。クスモヤに対して2球目空振りを取ります。空振りの三振、最後はタイミング合いませんでした。もやこれも高め、空振りです。144キロ、ここは岡島三振にですよね、はい、ボーンと一回戦でぶつかったりってありましたけどね、ちょっとバッターボールと思ってるかもしれないですね。コーナーのボールもそうですね。最後はストレート、空振り三振。得意なチームが来ると、うん、そこで立ち直る。奥に応援歌は聞こえるんですけど、ランナースタート、バッター空振りです。いやよ、ジャイアンツは今日すでに坂本はもう試合、あーなるほど、うん、ここは増田大輝見逃しの三振。そうですね、もう追い込んで、あの早くアウトにしたいのに。神里、あこれは厳しいボール、まっすぐで流れを呼び込もうという藤島のナイスピッチングです。変わってますこの回から、しかしここは落としてくる三振、振ってくると思いますけどね。変化球は高いか、今度は落とした、スイングアウトの三振、素晴らしい流れを。さあ次のボール空振り三振です。そうですね、お子さんたちが見ててこの相方がいいよっていう風になるまではやっぱりまだ、はい、やっぱりこう違ってくる部分あるんで、やっぱり避けていかないといけない。なるほど、うん、ピッチャーのロメロ見逃し三振で3アウトです。桑原には回りません。見逃し三振、手が出ませんでした。充実ぶりというのはありますよね。使うな、空振りの三振です、ピッチャーの方だったんですけどもね、